えとお金を稼ぐためにはやっぱりお金を稼げる能力いりますよね、えー、なのにやっぱりねなるべく何もせずに稼ぎたいっていうふうに考える人がまあ多いというかそういう人しかいないですよねえっ、ー、とお金稼ぐうと思ったらお金稼げるような能力を身につけないといけない能力がないんだったらお金を稼ぐためのお金を種銭を持っておかないといけないんですよねそしてお金を稼ぐための時間をしっかり使わないといけないんですよ私はこの3要素で お金が稼げ,る稼げるかどうかって決まると思うんですよ。3つの要素。時間、お金、能力。この3つのうち、どれかがある人は稼げます。3つともある人はもっと稼げます。でもほとんどの人は何にもないんですよ。時間もない、お金もない、能力もない。どうしましょう。稼げません。ね。でも稼ぎたいんですよ。この3つがないのに稼ぎたいんですよ。もうね、いい加減にしろって話ですよね。うん、無理ですよ、それは。よく考えてみなさいよ。そんなね、 お金ももかけらなないい時間もないです能力もない人に誰がお金を払うんですかってことですよ。だからお金を稼ごうと思ったら稼げるような特別な人間にならないといけないです。私はね平凡な人間は稼げないと思いますよ。平凡な人間に平凡の収入しかついて回らないんでそこのループから抜け出せません。ですから異常であることなんですよ。私はいつも自分がねもう異常だっていうことに気づきます。このぐらいは当たり前なんだけどなぁと思うことがやっぱりね こういうふうに広く社会を見てみると客観的に見てみるとあれ自分のやり方って異常なんだなっていつも思うんですよで私のホームページを見て営業に来る、うん、まさにウェブクリエイターの方ってなずっといらっしゃるんですよ、うん、いろんな方が来てくださいます最近はねそのペースは減ったんですけどそれでも来るんですよいやこのホームページこういうふうなホームページを作ってでアクセスを上げましょうって言うんですよねいや本当にこっけーだなと思うのが せっかくねそういう風にホームページを作るスキルを身につけたのにうんなんかねホームページを作る速度が遅いんですよだから必ず私がその人のプレゼンを聞いて最後に思うのがいくらぐらい稼げますかねって言う聞くんですよえそれはちょっと分かりませんけどもみたいなねどのぐらいアクセスが上がりますかって聞くんですようーんそうですね今よりも良くなるんじゃないですかねうん今よりもね 1> 1億なったら1アクセス良くなったでもまあ最終的に答えるのが「いやこういうのはね私は低レベルなサイトですけども、まあ、でもね1億2億と稼いでるんですよ1人で。うん、で、まあ、御社もしくはあなたはお給料いくらですかってそれほど高いスキルを持っていて御社の会社っていうのはやってますけどもどうですかね <laughs> とうんなんかそのサイトを作る速度ってどのぐらいですかとかね。 要するにサイトを作る速度が速くても速度もどっちもよくってお金を稼ぐ速度が速くないと意味がないんですよだから綺麗なデザインのホームページ作っても全く意味がないんですよだって見られないわけですから綺麗なホームページが綺麗だから見られるわけじゃなくてそのサイトから何かしらのね価値を感じるから見てくれるわけなんですよねで私のサイトってのは大したもんではないですけどももう今あんまりないですけどもね大したもんではないですけども、うん、ただ売上が上がるんですよ 収入多くくななるんですよそれで良くないですすよそれ良いかって吉田さんとの意見を問い,いつにするのは資格は全く意味ないんですよ資格を取るために時間を使うんだったらそんなねドブに捨てるような時間とお金なんてないはずなんですよだからまずね資格に向かうっていうのがセンスがないんですよね私は無資格ですよ、うん、特にこの集客の資格なんてないですねサイトを量産する資格っていうのもないですだから 年収数千万取るような資格もないですでも結果それができてるわけなんですよ、うん、それで十分じゃないですかねで資格ってのは何のために必要かっていうと実はね今回の動画の最後にお伝えしますけども資格を発行する中間団体のために必要なんですよ資格を取ったらその資格を維持するためにお金がかかるんですよそのお金っていうのが中間団体に入っていてそこら辺の人の資格を持ってない人のそういった 参与とかねそこの理事とかねそういう人の月収200万になって退職金2000万になってるんですよだから資格を取ってる人って一生懸命一生懸命儲からないことのために一生懸命やってその資格を維持するために誰かを儲 <laughs> けさせてるんですよね <laughs> 一般社団法人、えっと、なんだっけど財団法人とかねなんとか法人っていうね、えー、特別会計のお部類でやっている中間団体ありますよね だからそこがどうやって儲けようかなと思った時に「あ資格作ろうか」と。じゃあんとかかんとかの特権があるように匂わせる資格を作ってその資格を持ってる人からどんどん搾取しようねみたいな感じなんですよね。だから資格ってあのお金が稼げる資格ではなくてお金を定期的に払う資格を持つ人のことなんですよ。運運転転免免許許も同じですからね運転免許を持ってしまうと その免許を維持するためにコストかけてませんかうんだって運転できて事故が起こさなければいいじゃないですかでも運転免許って事故があろうがなかろうが更新を強制されるんですようん運転免許もね詐欺ですよねうんまあそういう意味で私は資格はねさまざまとりましたけども全てに維持費がかかるということで全ての資格を放棄しましたその結果今みたいな 暮らしと時間と収入になったというオチでございます。それでは失礼します。